ノバーラ。ノバーラは、イタリア共和国ピエモンテ州北東部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約10万人の基礎自治体、コムーネ、ノバーラ県の県都である。ピエモンテでは、トリノに次いで2番目の人口を持つ、ミラノイコールトリノ間、ジェノバイコールスイス間の重要な商業交通の交差路にあたる。ハと発音される。日本語文献では、 ノバーラのほか、ノバラ、ノバラなどの表記がなされる。ノーブとは、新しいを意味し、ガリア・キサルピナ人が、周辺地方のため用いた言葉アリア、アリアがついて地名が出来上がった。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ、ピエモンテ北東部、アゴニャ川とテルドッピオ川の間にある都市である。ベルチェッリから、北東へ、約2 1 k m アレッサンドリアから、 北へ約4 0トル、州都ミラノから西へ約4 4メートル、トリノから東北東へ約8 4トル離れている。ノバーラは古代ローマによって作られた。古代のノバーラは、の時代から、ノバリア、ノーベリアと呼ばれ、ムニキピウムであり、ベルケラへ、ベルチェッリからメリオラヌム、ミラノへの途上にあった。その状況は、ローマ時代から垂直な道の上であった。 未だ元のままである。敵のウアレンティニアヌス二世を支援したノバリアに対し三百八十六年にが死を破壊した。あと、テオドシウス一世によって再建された。その後四百五年にが四百五十二年にはアッティラがノバリアを略奪した。ロンゴーバルド族支配下でノバーラは広告となった。広告はフランク・オーカール三世の下で白領であった。ノバーラは 帝国自由都市の権利を謳歌した。1110年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ五世によって征服され、破壊されたが、1167年に、ロンバルディア同盟に加盟した。12世紀終わり、ノバーラは事実上ミラノの保護を受諾し、ビスコンティケの報道となった。後に、スフォルザ家が支配した。1500年、1513年のでは、スイス傭兵が、 ミラノのスゴルザケ川に立って、ノバーラを守るために、死を包囲していたフランス軍を敗走させた。この敗北が、カンブレ同盟戦争でのフランスのイタリア侵略に、終止符を打った。1706年、ノバーラはから、サボヤ港アメデオ三世への長きの約束により、サボヤ軍から占領された。ユトレヒト条約で、ミラノと共にノバーラは、ハプスブルク君主国の一部となった。 1734年に占領されて以後、ノバーラはその年のうちにサボイア家へ渡された。ナポレオン一世のイタリア遠征以後、ノバーラはアゴニャ県の県都となったが、1814年に再びサボイア家へ譲渡された。1821年、サルデーニャ王国常設軍がピエモンテ立憲自由主義者軍をこっちで敗退させた。さらに、 規模の大きな1849年のが起こり、サルデーニャ軍は、ヨーゼフラデツキー率いるオーストリア軍に尻けられた。この敗北が、サルデーニャ王、カルロアルベルトの退位の原因となり、オーストリア軍による死の一部占領を招いた。サルデーニャ王国の敗北は、イタリアのリソルジメント運動の初期とみなされている。1859年の法令が、ノバーラ県を新設した。これには、 当時のベルチェリ県、ビエラ県、ベルバーノイコールクシオイコールオッソーラ県が、含まれていた。ノバーラには、以下の分離集落、フラツヨーネがある。ノバーラの見どころは二つに、グループ分けされる。死の最も重要な史跡は、旧市街にあり、一帯はかつて城壁で囲まれていた。しかし、数カ所の重要な史跡は、旧城壁のラインの外にもある。 古い都市の中核は歴史地区といい、同盟の地区内にある。ノバーラはかつて炎上の城壁を持っており、都市発展を許すために打ち捨てられた。旧市街にはバリエラ・アルベルティーナという二つの新古典主義建築ビルの複合体が残る。これらは市へと入る門を構成しており、トリノからミラノへと旅する、人々の必要とする通路であった。取り除かれた後、壁は、 歴史地区を取り巻く幅広の街路樹が植えられた大通り、バルアルディ、ボルウルディにとって変わられた。被災重要の記念物は、サンガウデンツヨ聖堂で121メートルのキューポラを持ち、1888年にアレッサンドロ・アントネッリの設計で建設された。主狼も独特のものである。これを設計したのは、ビットリオ・アルフィエーリのおじであるベネデット・アルフィエーリで、 市の信仰生活の中心は、新古典主義建築のドゥオモである。設計は、アレッサンドロ・アントネッリによるもので、まさに、ローマ時代に建てられた、ユピテル神殿のようである。ドゥオモに面するのは、ノバーラ最古の建築物、初期キリスト教時代の洗礼堂である。ドゥオモと近接するブロレットの中庭は、帝国自由都市時代のノバーラの政治中心地であった。 市議会の歴史ある会合場所。ブロレットの中庭を見下ろすのは、ポデスタ広場、パラティシュケ定、市立美術館と現代美術館、市議会議場、15世紀の建物である。レプブリカ広場から遠くないところには、チェーザレバティスティ広場がある。ノバラ市民には、エルベ広場として知られる。ここはまさに、ノバアラ市の中心を成していた。ジャコモマテノッティ広場には、 ナッタイコールイゾラ邸が立つ。ここには、ノバーラ県庁が入る。この邸宅のランドマークは、時計塔である。ジャコモマッテノッティ広場から伸びるのは、フラテ・リロッセ・リー道で、市の行政事務所の入るカブディーノ邸が、沿道にある。ローマ都市として、ノバーラの街路網は、カルド・マクシムスとデクマヌス・マクシムスによって、特色付けられた。これらは、現在のイタリア道。 カボールドーとそれぞれ一致する。二つの通りは、アンゴロデッテオーレ、アンゴロデッテオーレ、時間の格で交差する。最大の広場、マルティリデッラ・リベルタ広場。かつてのカステロ広場は、イタリア王国初代国王、ビットリオ・エマヌエーレ2世の騎馬像が占めている。マルティリ広場を見下ろすのは、コッチアン劇場、そして、ビスコンテオイコールス・フォルチェスコ場で、 ビスコンティケとスフォルツハケの代々のミラノ港によって建設された。ビスコンテオイコールスフォルツェスコ城は、かつては現在残る複合施設よりさらに大きく、ノバーラ有数の公立庭園である、アルレアに囲まれていた。バルアルディの環状外にある興味ある建物は、サンナッツァーロデッラ・コスタ教会である。これは修道院に付属しており、15世紀に、 セイシエナのベルナルディーノによって復興された。ピラミッド型のビコッタの骨堂は、近郊のビコッタにあり、サルデーニャ王国とオーストリアが争った1849年3月23日の歴史的な戦いの戦没者を追悼している。サンタマリアデッテ・グラーツィエ教会は1477年にアウグスチの会によって建設が始められたもので、内部は、 側面礼拝堂のある本堂一つからなる。絵画は15世紀の画家の手による。2007年、ノバーラ人口は10万2862人で、そのうち男性は49%、女性は51%であった。18歳未満の若年層は16.35%、年金生活者は21.6%であった。イタリア平均は、若年層18.06%、 年金生活者19.94%。ノバーラの平均年齢は44歳であった。全国平均は42歳。2002年から2007年にかけての5年間、ノバーラ人口は1.64%増加した。 イタリア全体では 3.85%http://demo.istat.it スラッシュ bil2002 スラッシュ intx.html。ノバーラの出生率は1000人に対して9.15人である。全国平均は9.45人。外産で6人の新生児のうち1人は少なくとも外国生まれの両親を持つ。その中でアルバニア。 またはモロッコをルーツに持つ人が多い。2006年、人口の92.37%がイタリア人だった。最大の移民グループはヨーロッパ諸国出身者2.94%であった。ついで北アフリカ2.23%、ラテンアメリカ0.71%であった。ノバーラではカトリック教会が優勢だが、エホバの承人、プロテスタント、 イスラム教徒の人数が相当いる。ノバーラはパダーノ平野の重要な商業中心地でインテルモダーレメルチセンターが置かれている。経済的に近接するミラノを引きつけており、事実多くのミラノ商社がノバーラに事務所を構えている。主な生産物とサービスは以下のようになっている。ノバーラ市はトップ9、トリノイコール、ピエモンテ接続地、トリーノ、 ピエモンテエクスチェンジポイント、インターネットエクスチェンジのために、北、イタリアに作られた組合の一員である。当地に本社を置く企業には、デアゴスティーニ、出版業、元売りモデルに、自動車用エンジン製造業などがある。地元の公共交通会社は3である。FS の主要駅である、ノバーラ FS 駅、ノルド、ミラノ鉄道が運営する、ノバーラノルド駅がある。 ノバーラはアウストラーラ A4 でトリノ、ミラノと繋がっている。A26 自動車道はノバーラ県のほとんどを通っているが、ノバーラ市と直接つながるジャンクションではない。ミラノとマジェンタから通る S11 幹線道路はノバーラを通過し、ベルチェッリとト,トリノへ向かう。北へ向かう幹線道路と南へ向かう幹線道路はノバーラを自動車道網と繋ぐ。 サッカークラブとしては、1909年に設立された、ノバーラカルチョがあり、2013から2014、シーズンは、セリエ B、ニブリーグに所属している。ホームスタジアムは、スタディオシルビオピオラ。女子バレーボールクラブとしては、かつてアシステルノバーラがあった。1984年創設のアシステルノバーラは、コッパイタリア優勝一度の成績を残したが、2012年に、 グソビッダコルテーゼ。本拠は、ロンバルディア州、ビッダコルテーゼに合併、吸収された。プロ野球チームとしては、ノバーラベースボールがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。